今日からハンター試験ですね。私、一生懸命サポートしますから。アルシア、昨日。はい。いや、なんでもない。ギルドに行こう。ゴブリンなんてちょろいぜ。すぐ片付けて戻ってくるよ。そうだ。何が入ってるんだ？大事なもん持ってんなら護衛くらいつけろよ。ああ、出やがったなゴブリンども。さっさと片付けてやるからまとめてきやがれ。これで全部片付いたら。でも商人さんに頼まれた小箱見つかりませんでしたね。ああそうだな、あの商人でたらめなこと言ったんじゃねえだろうな。お前は誰だと聞かれたら答えてやるのが人の道。世界の乱れを防ぐため、みんなの笑顔を守るため、愛と勇気で悪を打つクール&ビューティーなナイスガイ。そう、俺様の名はこいつが持ってたよ、例の小箱。剣士様、あの方の自己紹介の途中ですが。そんなのほっとけ。くねえ、この俺様を侮辱するとはなんと腹立たしいやつ。貴様、ここで待ってろと。痛い、腰を打った。やはり鉄球を持ったままのジャンプには無理が。その鉄球、まさかお前どうやら俺様が誰だか分かったようだな。脱獄してきたのか。なんだと、その鉄球、囚人が足につけられるやつだろ。違う、これは我が家に古くから伝わる由緒正しき鉄球、グレースインパクトだ。それを囚人の重りと一緒にするとは。由緒正しい鉄球ね、なんかやだな。貴様、名を名乗れ。今の発言、我が光電系の挑戦と受け取った。知らぬとは言わさるぞ。我が家は貴族の名門中の名門だったコブデン家だ。知ってるか。家？一度ならず二度までも我が家を侮辱するとは許さん、断じて許さぬぞ。さあ剣を取れ、貴様に決闘を申し込む。この屈辱晴らさずにおくべきか。冗談だろ。問答無用。まあ今日の心はこのくらいで見逃してやろう。もう許したわけではないからな。俺様の名はフレデリック・アン・ホルダス・コブレン。よーく覚えておくんだな。ああ、この通り。なあ、それって何が入ってんだ？取り返したんだから教えてくれてもいいじゃねえか。わかった、言わないから教えてくれ。ああ、随分とまた物騒なもの入れてるな。いや、合わなかった。どんなやつが相手だ？分かった。ってるよ。前置きはいい。早く本題に入ってくれよ。それだけでいいのか。何？早く助けましょう。ああ。はるか古の時代より火を司るものよ。待て、あの子なんか言ってるぞ。炎を食らい生き続けるものよ。魔法の栄翔。灼熱の大地より姿を現す我を囲む者を焼き払え、エクスプロージョン。火円形の好意呪文ですね。おい、しっかりしろ。どうしたんだ？剣士様、後ろ！ゾンビじゃねえか。気がついたか。体大丈夫か？うん、平気。しかしお前ほどの魔法の使い手がやられるなんて、一体どんな敵に出くわしたんだ？私を助けてくれたのよね。まあな。そっか。おい、助けてもらって礼もなしか。別に自分で何とかできたから礼を言うつもりなんてない。なんだと？あたしキャロル。あたしキャロルっていうの。なんか困ったことがあったら助けてやってもいいかな。助けてやってもいいだと？お前なあ。古文書取りに来たんでしょ？なんでわかった？ここって他に何もないもん。それじゃやっぱりお前も。そう、でももういらないけどね。なんで？私が欲しかったのは古代魔法の書かれたもの。でもここにあった古文書は違うものだったから。うん。で古文書はどこだ？若いのに苦労してるのね。はい、あげる。これが古文書。何書いてんだかさっぱりわかんねえな。古代文字ですものね。そこに書いているのは材料について。材料？ほら、ここ。乾燥させたメデューサの頭、化け猫の尻尾が必要って書いてるの。すっげえな、お前。この字が読めるのか？当然。この材料とは、一体何の材料なんでしょう？気配薬のだけど知らないで探してたの？ああ、そうよね。まだそんな年じゃないもんね。私はこれで。礼も言わずに行きやがった。そうでしょうか。あ？さっきのなんか困ったことがあったら助けてやってもいいかなって。彼女なりの感謝の言葉だったと思いますけど。そうか？きっと不器用な人なんですよ。なあ、その尻尾で気配薬作るんだろ？お前、どっから来た？あっち、海の向こうにゃ。なあ、本当に魚取ったのか？捕まえたお魚を見てただけなのにゃ。僕がやったって思ってるのかにゃ。いや、信じてくれる？いい人にゃ。お前を信じるというより、化け猫は漁師ごときが捕まえられない相手だと信じている。ふにゃ？どういう意味にゃ？お前の言ったことを信じるという意味だ。ありがとなのにゃ、お兄ちゃん。お兄ちゃん？似てるのにゃ、僕のお兄ちゃんに。勝手にしろ。ありがとなのにゃ、お兄ちゃん。化け猫さん、どこにいるんでしょうね。奴は取った魚を狙ってる。だとしたら近くにいるはずだ。化け猫、見つけるのかにゃ。何か心当たりはあるか。ないや。でも猫にはやっぱりまたたびにゃ。化け猫、何かない。出てこい、化け猫。なんだその沈黙は。化け猫は俺が倒したやつだけだ。檻の中にいるのは化け猫じゃない、古代種だ。西の大陸に住む体の一部が猫や犬になってる種族のことだ。は誰にもあるんだにゃ。気にしないでいいのにゃ。よかったな。うん、みんなお兄ちゃんのおかげにゃ。お兄ちゃんを助ける番だにゃ。いいよ別に。僕マリン、よろしくなのにゃ。にゃ？僕、お魚大好き。一緒に来るにゃ。俺はいい。お兄ちゃん、また会えたら今度こそお兄ちゃんの力になるにゃ。ああ、ほらよ。それをか、ため息なんかついてどうかしたのか。場所がわかんねえもん。どうやって探せって言うんだよ。むやみに触るなよ。押したのか。はい。この手の洞窟はトラップが多いからな。怪しいものにはまず触らないことだ。はい。竜坂、アリシア、駆け抜けるぞ。足手まといになってますね、私。気にするな。でも迷惑をかけてしまうので。トラップが多そうなダンジョンでは音もしない方が良さそうですね。何かをしたな。はい。あら、大胆ね。ねえ君、これ以上そうしてるとサービス料取っちゃうわよ。気持ちよかった？ああ、じゃなくて悪い、そんなつもりじゃ。どんなつもりだったのかしら。ああ、いや、まあなんだ、その赤くなっちゃって可愛いわね。でも二度目は許さないわよ。考えたわね。私の後をついてくるなんて。でも究極の宝は譲れないわよ。そう言われても引き下がれないね。それじゃちょっとおとなしくしていてもらおうかしら。大地に埋もれし強靭な肉体、魂なき汝にかりそめの命を与えん。今こそよみがえりて我が命に従え。いでよゴーレム。ちょっとその子たち押さえといて。あの大海賊が究極と称した宝、一体どんな宝石かしら。何よこれ。これが究極の宝なの？ふざけてるわ。こんなのいらないわよ。ゴーレム、もういいわよ。究極の宝欲しいんでしょ？あげるわ。はい。なんだこりゃ、ただのオカリナじゃねえか。しかもかなり出来悪いし。それが究極の宝なんだって。嫌になっちゃうわね、ほんと。このオカリナ、裏に何か書いてます。あ、ほんとだ。おじいちゃんへって書いてるな。そうだ、オカリナと一緒に手紙が入ってたわ。ちょっと見せてくれないか。なんて書いてあるの？金銀財宝だけが宝ではない。わしにとっては孫娘が作ってくれたオカリナ。それが何よりも大切で、何よりも高価なものだ。はあ？これのどこが高価なのよ。いろんな宝を見た海賊だからこそ、これを高価なもの、究極の宝と言えたのかもな。何よそれ。物の価値なんて人それぞれだってことさ。世間でいう高価なものが誰にとっても大切なものとは限らねえだろ。面白い男。あ？君気に入ったわ。機会があったら私と組んでみない？その気があるならだけど。それじゃあね。ちょっとあんた。あんたなんて呼ばないで。あたしはルービー。宝石と同じ名前のルービーよ。本名じゃないけど、こっちの方が呼ばれ慣れてるから、そう呼んで。究極の宝持ってきたぜ。それじゃあ俺をハンターとして認めてくれるんだな。ハンターの誇り？それがハンターの誇り。ああ、分かってるさ。いいのか、もらって。ありがとう。おめでとうございます。ハンター試験合格。アリシアのサポートのおかげ。そんな、私なんか全然役立たずで。若き剣に身を任せて、瞳に秘めた抱えきれない希望。不安も恐怖も感じてるはずなのに、気持ちはもう未来に歩いている。心を表現したつもりなんですが、機嫌損ねてしまいました。いや、別によくできてると思うよ、その標語。ポエムです。まあ